ホセマリア・ロペスが10勝を挙げ、2位に126ポイント差をつけてタイトルを獲得した。2014年の世界ツーリングカー選手権は FIA が主催し、スーパー2000規定で争われる世界、ツーリングカー選手権の11年目のシーズン。2005年に再開されてからは10年目のシーズンにあたる。昨シーズン、デビュー戦となる母国でのレースで優勝した。 ロセマリア・ロペスは今シーズン圧倒的な強さでタイトルを獲得した。ロペスはシーズン10勝を挙げ、チームメイトでディフェンディングチャンピオンのイヴァン・ミュラーやデビューシーズンとなったセバスチャン・ローブといった他のシトロエンドライバーに打ち勝った。ロペスは大半のレースで完走し、ミュラーはシーズン4勝を挙げたが、その全てでポールポジションを獲得している。 ローブはミュラーから41ポイント差の3位となり、モロッコとスロバキアで勝利を挙げた。ラーダをドライブするロバート・ハフが北京とマカオで優勝。ラーダにとっては、世界ツーリングカー選手権での初の勝利となった。ハフのマカオでの勝利は、彼にとって7回目となる。この他、2014年シーズンで優勝したドライバーは、ガブリエル・タルキーに、トム・チルトン、ジャンニ・モルビデリ、メディ・ベナーに、 馬青である。モルビデリの勝利はシリーズでの初優勝であった。ベナーニはモロッコ人ドライバーとして、馬は中国人ドライバーとしてのシリーズ初優勝である。シトロエンはマニファクチャラーズ選手権を支配し、23戦中17戦で勝利した。ランキング2位のホンダにほぼ300ポイント近い差をつけてタイトルを獲得した。横浜トロフィーはフランツ・エングストラーが 獲得、最後の参戦に花を飾った。エングストラーは来シーズン TCR インターナショナルシリーズに転向する。エングストラーは23戦中20勝を挙げ、2位が2回、ライバルのジョン・フィリッピには90ポイントの差をつけた。フィリッピは日本での第2レースで優勝。パスクアル・ディ・サバティーノがハンガリーで、ペトル・フリンがスロバキアで優勝した。 横浜チームズトロフィーは、トム・チルトンとトム・コロネルを擁するロアルモータースポーツが、ノレベルとミケルズ一大体制の前後モータースポーツに91ポイントの差をつけて獲得した。パフォーマー・オブ・ジーヤーは11回のポールポジションを達成したロペスが獲得した。ディフェンディングチャンピオンのイバン・ミューラーは4勝を挙げ、ランキング2位となった。セバスチャン・ローブは、ルーキーシーズンで2勝を挙げ、 ランキング3位となった。2014年シーズンテクニカルレギュレーションが変更される。2014年規定で作成された車両は TC1。2014年以前の規定で作成された車両は TC2 と分類される。スポーティングレギュレーション及びテクニカルレギュレーションは7月に行われた世界モータースポーツ競技会において承認された。シリーズは2014年シーズン。 多くのテクニカルレギュレーションの変更が導入された。車両はスーパー2000のレギュレーションで製作されるが、2011年世代の車両と比較すると著しい変化が導入された。最低重量は1 1 5 0ラムから1 1 0 0ラムまで引き下げられ、最高出力は380馬力と50から60馬力アップした。ホイールサイズも18インチに拡大され、 マクファーソンストラットが導入された。車体サイズも変更され、全幅 1950mm 及び全部スプリッター 100mm となった。空力パッケージの変化でフラットフロアの使用が許可され、1枚岩のリアウィングがルーフ以下になるよう規定された。2014年の暫定スケジュールは2013年11月4日に発表された。 2014年シーズンは12のサーキットで2戦ずつ、計24戦でタイトルが争われるが、開催地の数度の変更が行われる。モンツァとボアビスタがカレンダーから外れ、フランスとベルギーが復帰した。ポールリカールは初開催となり、スパフランコルシャンは9年ぶりとなる。1月4日に FIA はレースオブジャパンを鈴鹿のフルコースで開催することを発表した。 1>, 1月22日には開幕戦の1週間延期が発表された。6月2日にはレースオブアメリカが輸送問題のため取り消され、代わりとして中国でのレースが追加された。ドライバーズランキングドライバーはフィニッシュしていないが、レース距離の90%以上を走行していたことで、感想とみなされる。マニファクチャラーズランキングシトロエンは C。 エリゼ WTCC でマニファクチャラーズタイトルを獲得した。横浜トロフィー世界ツーリングカー選手権のプロモーターであるユーロスポーツイベントは2014年シーズンで横浜ドライバーズトロフィー及びチームズトロフィーを運営する。ドライバーズトロフィーフランツ・エングストラーが横浜トロフィーを獲得した。すべての TC2 クラス参戦者用は 横浜ドライバーズトロフィーの対象となる。チームズトロフィーマニファクチャラーなお関するチームを除く、すべてのチームが横浜チームズトロフィーの対象となる。ドライバーはフィニッシュしていないが、レース距離の90%以上を走行していたことで、完走とみなされる。パフォーマーオブザイヤー。ありがとうございます。